はい、皆さん毎度毎度。はい、これからね、忙しいお客様が増えるとね、朝早くやってくれとかね、まあいろんな人出てくるからね。で、早朝料金に対する考え方ね、うちもちょっとずっと考えててね、もうこれね、まあうちの場合はちょっと特殊なんだけどね、朝ね7時前にから始める場合はもう割増料金で、基本まあいろんなお客様いるけど、7時からはとりあえず普通料金でいいかなと。今現在はね、7時前は割増料金と、まあ、じゃあ6時から始めた場合はいくらと、じゃあ6時55分の場合はどうするのかと、これもうちょっと考えたけどね、もう1分単位でね値段決めちゃおうと思って、で1分単位で計算して生産するときはある程度は切り捨て、場合によっちゃ四捨五入、まあ切り上げ、皆さんいくらに設定しようが構わないけど、計算しやすいのが1分間10円とか20円とかね、15円とかね、切りがいいところでやっていくとね、まあ1分間10円ならね、1時間早めると600円、まあ2時間早くしたら1200円と。でどこでカウントするかって言ったら、お客様が扉を開けた瞬間にスタートとすると、ある程度1分間隔で仕切っておかないと、じゃあ6時55分に来たらどうすんのとかね、じゃあ6時45分に来たらどうすんの、6時15分の場合はいくら、6時半の場合はいくら、ね、6時32分に来たよとかね、あと予約もらって遅刻した場合どうするのとかって、これも考えないとダメだよね。予約6時ってもらった場合はもう6時から計算しちゃっていいんじゃないかな。遅刻5分したってもうそれはね、扉開ける開けないはもう関係ないと。6時の予約っていう時点で10円だ、1分10円だったら600円増しと。朝早くからね、成人式の頭とか結婚式の頭とかやってくれって言われたらね、1人30分で終わるかな。30分で終わるんだったら5000円ぐらいでもいいけどね、7000円ぐらい、今自動車屋さんだったら1時間1万4000円だから、まあ7000円ぐらい、それプラス早朝料金、それプラス消費税、そのぐらいもらっちゃっていいんじゃねえの。一般のお店の場合、9時からオープン、10時から9時からオープンでいいか、9時からオープンで朝5時からやってくれって言われたら、やっぱ1分間で20円ぐらいで、まあ、割が合うかな、30円ぐらいもらった方がいいかもしれないね。1分間30円、9時からオープンするお店が朝5時からやってくれって言われたら、早朝割増し7200円か、それプラス施術代金、まあアップだったら本当7000円ぐらい、1時間で1時間近くかかるからね、1万円取ってもいいぐらいでね、すと17200円、まあ、そのぐらいもらえばちょっとはやる気になるよね。でそれができないとめんどくせえってなっちゃうんだよね。あーやだやだやりたくねえってね。でさ、まあ1万7000でも8000でもいいわけ、それに見合う仕事ができればいいけどね。皆さんできる？うちできないだからやんねえのが一番ここでね、センスないもんって、もう自分センスないもんって、センスないもんって言うとね、すっごい気が楽だよ皆さん、うん、センスないもんって言っちゃうとね、ほんと気が楽になるはい、お疲れ様でした。